はい、というわけで、妖怪ウォッチ4をやっていくんですけど、ちょっとね、前回と前々回で、せっかくね、このストーカーをゲットしたのに、全然チームに入れようと思ってないっていうね、ちょっと、愚かな行動を許しください。それね、ちょっと、マディ焼きにはちょっと申し訳ないけど、ちょっと食料になっていただきました。なので、ちょっと今、チームから抜けてる状態ですけど、まあちょっとね、やっぱりそのメンバーの中でも、まあね、その C ランクで僕はいくつか言うんですけど、やっぱね、ちょっと、ミッチーとヨンさんに関しては、ヨンさんに関しては、回復系がかなり貴重で、ミッチに関してはもうなんか、半分愛嬌みたいなもんですね、これは。いや、ちょっとね、ダメだ。外せないわ、ミッチーは。ミッチーは外せないわ。で、ちょっと今からアイテムを外して、いや、これちょっとアイテム外す前に、あれだ、チームから外す前にアイテム取っとけばよかったな。ごめんな、ちょっと、ありがとうな、マリアキーママで。長い間、お世話になったぞ。持ち物を外すときはどうすんだこれ。外すときはこれか。ありがとうな、今まで。じゃあ、そういうわけでね、ちょっと、このストーカーをね、新しく使っていきましょう。腕力と揚力がね、どちらも平均的高くて、かなりバランスのいいね、近接遠、まあ、遠距離攻撃、近距離攻撃、どちらもね、可能っていう、かなりオールマイティなね、ストーカーですけど、まあ、いろんなね、まあ、あれ、範囲は広い、あれ、ストーカーの範囲は広いっていうことですよ、その分ね。はい。で、攻撃力もぶち上げてね、この状態でいきたいと思います。はい。そうだね。これぐらいでいいよね。いや、もう、どうしようか。メンバーもう入れちゃおっか。最初の方に。で、ヨンさんもやっぱ最初の回復系として入れておいて、序盤やっぱ、ランクの暴力で、S ランクと A ランクの暴力で振ってて、でね、HP 減り次第、ちょっとミッチーとかメジータに入れ替えるみたいな戦略を取っていこうかなっていうふうに思います。はい。ちょっと行きたいんですけど、ちょっと57%でちょっと危ないんですよね。いや、マップもね、もうあと、ここの2箇所を通り抜ければ、もうそれだけで大丈夫なんで、ここだけなんとかすればいけると思います。じゃあ、これはちょっと雪女は後ろから通り抜けて、まあちょっとね、まあ、あれですよね、ちょっとエンマさんがいるんでね、ちょっとその力も、ちょっとストーカーの実力をね、ちょっとストーカーの偵察能力を 見ていきましょうか。いや、もうこれはもう素晴らしいですよ。いや、火力がね、かなり高いのでね、まあ、今後も多分、かなり力になるんじゃないかなっていう。てかもうすごいな、もう S ランクの妖怪が手に入るっていうのも、かなり、やっぱり妖怪ウォッチ4も終盤に向かっているってことなんですかね。いや、ちょっと嬉しい。もうちょっとでラスボスと戦えるっていう嬉しい反面、もうちょっとで終わってしまうっていうね、このケイダ君たちとの楽しい冒険がもう終わってしまうっていうのはね、ちょっと悲しい気持ちと嬉しい気持ちがかなり、あれですよ、競り合ってますけどね。いやー、ちょっとどういう結末を迎えるのか、非常に楽しみですけど、漱石湖のね、結局、あれですよ、結末とかもまだ見てないですし、呪縛の枕もゲットと。雪女もね、近いうちにゲットできればいいんだけどね。大丈夫かな。いや、見つかっちゃえ。もういいや。はい。はい。見つかんねえ。すげえ、優遇されてる。お前ら目ついてんのか？ お前のメンターはどこにある？あとちょっとだね。お、いますね。なんか光ってるよね。あれはなんだ？あ、来た来た来た。あ、普通に剣刺さってんだ。でも、白虎と戦うことになりそうだけどね。あ、そっか、セーブできねえのか。これ負けたら、まあいいや、セーブ負けても大丈夫でしょ。じゃあ行きますか。これが白虎。槍だったんだっけ、今回って。ちょっとね、前回やってからだいぶ間が空いてしまったんで、まあ、ちょっと記憶に抜けがあるかもしれないですけど、そこはね、お気をつけください。いや、かなりかっこいいな。岩に刺さった大きな槍。これが白虎大連装か。いいね。人の命を買い取る形をしてますね。ここまで来るのも一苦労だったな。いや、もう3回ほど白虎に、ね、襲われたんでね、ミッチーが3回ケツをね、構えたってことですけど。本当だよ、おっかなすぎるあの虎。よし。ついに、これで妖精剣が全部揃う。白虎が来ちゃうよ。大丈夫？なんだ？白虎は、おいおい、勝手に持っていくつもりか？白虎の人間体じゃない？これ。来ちゃうんじゃない？おお、毛むくじゃら。またモフモフしたくなっちゃうような髪が。人間と妖怪に鬼族兄ちゃんまでいるのか。ずいぶん変わった組み合わせだな。かなり軽いノリのお兄ちゃんだな。俺が見張ってたとね、よくここまで取り付いたもんだ。だが、これ以上はダメだぜ。いや、強そうだね。やっぱり今までのやつと同じ感じで。待って、私たちどうしても白虎大連装が必要なんです。お嬢ちゃんには悪いけど、こいつは、はい、どうぞとは渡せないな。この現場人白虎で強いやつしか白虎大連装は使いこなせないぜ。ということはもうね、まあ
分かってるよね、逆くん。つなくて言われても私たちにだって引けないわけがあるんだから。ここで姫の力を使えばもう一撃やで。つなくてはゲームだって認めてくれた。もう僕たちだけの力じゃないんだ。レイリーもいます。みんなの力で、その木から奇跡を守るんだ。あと、キリンもいます。巣穴木か。なるほどね。ちょっとそのための力を貸してくれても。あの巣崎やゲームのおっちゃんが認めるとは、ちょっと腕が立ちそうだな。でしょ？もっと褒めてくれて構わないんだぜ。お前らの力などいらん。俺だけで十。やめて。みんなでちょっと戦おうぜ。変なところで強がんな。我が同胞、同血の死に報いるため。そして、我ら鬼族の悲願を達成するためにも。その白虎台ですと、渡してもらうぞ。一対一は、鬼族兄ちゃんはやきままだな。いいぜ、この俺の試練、受けてみろよ。7対1でよろしくお願いします。どうしてもこいつが欲しいってなら、お前らみんなまとめてかかってきな。あ、よかった。この腕より強いかどうか見定めてやるぜ。いや、強そうだね、今回も。疾風陣大の闘神、白虎。素早さが武器なのかな。この白虎自体はやっぱりあれか、仲間になる。こいつも、脅威召喚したら強そうだね。雷属性の大ダメージとか与えられそうだけど。さあ行きましょうか。後ろのこのなんか光ってるこの光の線みたいなやつはこれ何なんだでしょうね。竹やぶなの光なのかな。ホタルかな、それと。ホタルかもしれないからね。いやもうここはもうしょっぱな、もうみんな変化で、みんな火力を上げていきましょう。火力上げて、あ、待って。やばいな、ちょっと。あんまり火力が入ってない気がする。お、食うぞ、みんな、よけど。やばい。43、やっぱちょっと、回復面に向けて、たけてるけど、その分、あれだな、ちょっと、防御面が弱いか。じゃあもうここはセーバーで、格の違い見せていきましょうか。共有しようか。どっちがいいかな。どっちが得意など。でも水だからなんか、水には水、でも火はね、得意そうなんだよな。いや、ここはあえて、下のフィールドが火だけ、火なだけであって、水なだけであって、別にそうとは限らん気がする。お、竹やぶが。あ、そうだね。竹林、竹だからさ、あれじゃない？火は得意。鬼が手でしょうでしょ。よし、オッケーオッケー。ここはもう攻めて攻めまくるよ。攻撃通ってるね。いいね、いいね。ここで蒼天山。充実蒼天山。しまった。たまにやらなかった。で、そっか、こっからさらに、鬼の力で、合流しよう。いいね。いや、鬼の力やっぱ攻撃力高いから。鬼の攻撃力高いからさ。まだ大丈夫。まだ大丈夫、鬼のコスプレイヤーがまだできますよ。コスプレイヤーに任せなさい。あ、終わっちゃった。今までとはまた別、わけが違うか。イベントか。あ、早すぎて全然追いつけないよ。なんとかならないの？あれ。いや、なんとかなってたよ。くちょこまかと動き回って厄介だな。うん、お前だ、思ってるよじゃねえか。でもこの白虎大レッスンの使い手としてはまだまだ。まだいけるって本当に。こっから本調子だよ。まだマサノイも出してねえし。認められねえな。うそーん。あ、マサノイ。あ、マサノイ。お前の死は無駄にしないぜ。ぬね、マサノイ。最後の溶石は目の前なのに。そんな、ここまで来て。確か今までのやつよりは一番強いな。僕に、もっと力があれば。でも、十分だと思うんだけどな。不動明王。お願いだ、不動明王。みんなを守れる力を僕に貸してくれ。なるほど、ここで不動明王か。最初の方に洞穴を倒してからね。お、なんだ？まさか不動大名権が復活したのか？お、奇跡の力ってやつか。やった、セーバーの子に答えてくれたんだね。まさか、寝てただけちゃうよな。あれ？こんな弱そうなやつだったっけ？ほわ。よく寝たぜ。もうちょっとね、筋骨隆々の、なんか、減量成功したのかな。なんか、不動明王がちっちゃくなっちゃってるんですけど、ちっちゃくなっちゃった。君は、おじさまは超ウルトラスーパー最強の不動大面系から生まれた不動明王様だ。超ウルトラってもの頭悪いし。いやいやいや、ちっちゃいし、全然不動明王じゃないし。おいおい、まさかお前不動明王なのか？失敬なって。お前白虎じゃねえか。おひさ、元気してた。あらは、お知り合いみたいね。まあ、お互いゲームマジン同士だもんな。なんだよ、その姿。この子の。そんなんじゃ戦えないんじゃないか？残念だぜ、ベイビーちゃん。俺、怒ってる。いじりいじらいの関係やな。まあ赤ちゃんではないけど。
なんつうか不動明王の父子版だから不動明王ジュニアとか不動明王ボーイって感じだな。おい不動明王ボーイ、クーナおじさまにぴったりの名前だぜ。単細胞がいいのそれでいいのお前が不動明王がそれでいいならいいんだけどさじゃあおじさまのことはこれから不動明王ボーイ様って呼べ。それでいいんだ。いいねこのバカっぽさ、いいね。ボーイもベイビーも変わんねえけど、あの堅物の不動明王がこうなるとはな。無理やり不動大免許を使おうとしたから不完全な子供の姿になっちゃったのかな。なんというビフォーアフターで、ビフォーアフターどういうものなのかな。まあでも不動大免許の石化は解けたみたいだ。いいんだ、いいんだそれでね、不動明王ボーイボーイ、白大層を手に入れるために僕たちに力を貸してくれないかな。おいおい、さすがにベイビーちゃんに負けるほど俺は弱くないぜ。なんだと、お前いつもゲームに言語使ってたくせに。いますよゲームさんバックに控えてますよ。どんだけ前の話をしてんだよ。おい最強の王様の力を貸してやる。覚悟しやがれ白子、王様の本気を見せてやら。え、ベイビーだからって手加減はなしないぜ。ベイビーベイビーねさ、かかってこいよ。いやベイビーベイビー言いますけどね。いやでもこれでだいぶ力はプラスされたんじゃない。もう HP 半分だよね。オッケー。あ、そういう感じ、もう一緒に戦ってくれる感じですか。心強っ。まあ、あの不動明王家か、こっちも本気出していくぜ。いやでもそれでも HP 半分削ってたからもう技強がりは良くないよ。ぶっちゃけイベントあってでよかったみたいな感じ思ってない。一休憩一段着できたみたいな。あ、クイズの白子気をつけろ。痛い、メジータこれで、ついでにここも変わっておこう。セイバー君はありがとうね。ここまでだ、セイバー君は。ノイネマサオリ、今度はお前の番だ。よし、いったれ。じゃあ、玄武召喚見せてあげようぜ。お前のために、とっておきだ。とっておきだぜ。玄武でいこう。さっきあんだけな。よし、玄骨くらえ。玄骨くらえ。ほら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 。ボーイがめっちゃ暴れ回ってんですけど。大丈夫か、あんな小さいのすごいパワーだ。じゃあもう本調子の時めっちゃやばいんだわな。もうウサインボルトみたいな速さで、まあ、動き回るんやろな。タイマーレーダーでちょっとめっちゃ追っかけてくる。ほらハードオフ発動75ダメージ交代。ここで総石膏、はい、姫の力使いたいんだけどなじゃあラストはね、ちょっと 安定の、やばい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 ちょっとミッチー、いや違う、ここはミッチーは交代だな。オッケーオッケーオッケー、ありがとうね。おばばの番じゃよ、おばばの番じゃ。若い者にはまだ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 任せられへんわね。さあおばばの、ノリノリマソミのおばばの意思を継ぎし、ノリノリおばば、お前の本気を見せてあげるんだ。オッケー、マキちゃん、マキちゃん、あとはもうサポートに回るんだ。みんな変化で、みんな変化で癒すんだ。コスプレイヤーがピンチだ。お予算が足りない、コスプレの予算が足りない。オッケー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 、あとちょっとだ。アンのお前も生きてんのか、わかった、行ってやろうぜ。妖魔時代セット、爆発しろ。リア充じゃないが爆発しろ。ぼっち爆発しろ。206ねじいたかな。アイテムつきました、ごめんね勝った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 、勝利の雄たけび。ちょっと申し訳ねえな、ちょっと稲ホッチには。稲ホッチちょっとドローンのね、お金無駄になっちゃった。あ、でもこの金のこけしあげるから許してくれるかな土産でね、竹林のお土産でこけしをプレゼントしてあげましょうか。あ、お前ら強いな、気に入ったぜ。これでめでたく4つ手に入りましたね。ベビーちゃんとはいえ不動明王が認めただけのことだな。いいでしょう。だから俺様はベイビーじゃなくてボーイだっての。あんま変わんない気がするけどな。なんでこんな幼児体験になっちゃったんやろうな。いや、白子との勝負も決着もついたし、おじさまが解凍するぜ。一緒に、なんか一暴れして眠くなってきたな。よし、じゃあな。気まぐれですね。バイビー、今度はお土産持ってこいよ。お、妖精家に戻ったんだね。これで俺が憑依召喚できるってことかな。石川は戻ったってことやね。ゲームマジン、白子。その泣きを倒すために力を貸してほしい。まあ、うん、おう、いいぜ。お前は強し。ゲームのおっちゃんや須坂も認めてるみたいだしな。これでね、めでたく、死生獣全員添えましたね。ありがとう。ありがとう、白子。それに、その泣きの噂は俺たちの身にも入ってきてるしな。
妖魔界でもその中の動きが活発になってきてるからな。いつもより厳しく侵入者見張ってたんだ。そうなき、もう人間界もこの妖魔界もこれ以上好きにはさせないわ。ああ、お前たちの世界を守りたいっていう気持ちは分かった。まあ、認めてくれてるんだしな。もう守るべきものがあるから強くなる。俺はお前たちを新たな力を使ってと認めよう。やり。まあ、その面に落ちて3回ぐらい俺たちを噛んできたのは許してやろう。我が力の不意を解き放ち、真の使い手に宿さん、いでよ、白虎大霊荘。長いですね。これはちょっと、かなりリーチが長い。簡易攻撃みたいなやつができそう。白虎大霊荘。ちょっとあれ、大丈夫かな、ストーカーの足がちょっと、靴が濡れちゃうけど大丈夫かな。白虎大セットに入れた白虎憑依召喚。これは強そうだね。お兄ちゃんはアニマス天井鏡を使ってたな。俺の源氏の力、お前に預けて。いや、これが何気に強いんだよな。幻獣白虎。まあ、これも多分範囲攻撃だと思うけど。おお、あの大きな虎の姿が頼もしいな。ありがとう、白虎。いや、ちょっと、連続攻撃とか合いそうだな。ついに5本の溶水剣が揃ったんだ。これで創世光を覚醒させるな。いや、ストーカーの冷たい目がなんか、何も考えてなさそう。で、覚醒させるにはどうしたらいいんだ？靴濡れちゃうよ、そのままやと。あ、みんな靴濡れちゃうよ。天に誠近き霊長の妻は昇格の山の頂にいて、5つの宝剣を捧げ、解放の儀を行うべし。朱雀のいた場所かな？じゃあ。鬼姫に関する書物に書かれていた。場所はおそらく、妖魔界にある双剣山のことだ。また、あの、三輪さんに会えるわけですね。双剣山か。でも山は2つあるよね。宝剣、妖精剣を捧げるのはどっちだろう。霊長とは朱雀のことだろう。朱雀蒼天山が封じられていた東の頂が儀式の場所で間違いないはずだ。蒼天山、あそこに行けば主家として覚醒することができる。いや、なんか最初のね、その戦いの場所が、剣を手に入れた場所がね、こういう感じで捧げる場所になると思わんかったな。行きましょう。練り子、行きましょうか。お、急いでんだったら霊剣理の入り口まで送っていってやるよ。どこでもドア。でも俺らもどこのドア持ってるもんな。マジか。ありがてえ。いや、かっこいいよね、この白虎。いや、キメラみたいでかっこいいわ。なんて言ったって、俊足の白虎様だからな。あっという間だぜ。リニアモーターカーですかね。おお、助かるぜ。でも途中で落としたりはしないでくれよな。ブラグですよ。じゃあお願いね、白虎。嬉しそうだね。でもちょっと乗り寝ますまで重いから、お前は留守で、頼むわ。行くか。ああ、なに？ん？白虎で行くの？それともあの扉で行くの？行くか。ちょっとあの鳥にね、もう一回会えるっていうことはね、あの鳥に会えるってことは、もう一度、私は思いのね、マサオリを乗せなければいけないの。まあ、フランスパン開けてから許してくれ。あー、よかったね、これで。白虎もね、復活できた。あれ？あ、ちげえわ。そうそう、違う。てっきりなんか目の前に飛び立ったら入りたくなるじゃないですかね、そんなんね。うん、あいつどこにおるん？おい。白虎さん、バッキシャン。にし。ま、いっか。白虎がすぐ、俺が連れてってやるよとか、なんか変に発射された男みたいな発言してたけど、いないし。あいつどうしたん？ま、いっか、自力で行くか。ん？ああ、びっくりした。もう、これ毎回みんな、鬼時間多分ないんだろうけどさ。ないんだろうけどびっくんだよ。というわけで、運命のダイスロールやっていきましょう。目指すは中吉の武士ニャン。武士ニャンのコンをゲットして、S ランク武士ニャン、仲間に入れたいと思います。レジェンド、ブタ。ああ、青だ。これは違う。苦い漢方。まあ、1万円の価値があるかな。古びた公園。今度はこれで、吹雪、雪女だ、雪女。吹雪姫、吹雪姫、ぶったまげん。あ、いいわ。どうせこけしやろ。どうせほら、結局自力で行くことになっちまったぜ。いや、でも、新しいね、やっぱ、ストーカーがね、入ってきてくれたおかげで、だいぶ今後のストーリーも、だいぶ楽に進みそうですね。朱雀蒼天山になった場所に行けばいいんだよね。ん？朱雀さんってこんなところにいたんだね。ね。あ、なんか赤い実がある。食べてみていいかな。え、どこだろう。赤い実。桜んぼとかかな。あ、いや、久しぶりですね。お鳥さん、元気してました？ベンは。乗っていくか。乗っていきます。そうか。ちょっと重たそうなやつもいるが、承知した。乗っていくがいい。あ、でもなんか、あんのも増えちゃったからね。
急に人数増えたからちょっと大変かもしれないですけど、乗れまそうに大丈夫あいつたまに増えたり減ったり体重吸うからね。いやーね、この道中での敵も懐かしいね。いや、これちょっと素手で行くか。ちょっとね、多分ここら辺の敵のレベル低いだろうからね。まぁ、あ、ちょっとまぁ、レベル上げするんやったら、今後はちょっと白虎のとこでやっていきたいなっていうふうに思ってるんで。一回ここはスルーで。ね、お願いします。お、今キスしたね。そうか、ザの試練を乗り越えし者たちよ。ギリン様の西の山と、ヒガク様の東の山、どちらへ向かう？東の山へ向かいます。東の山だな、承知した。では、まいどーかー。ピヨー。お、なんか映像が入ってた。あ、ちげえわ。もともとね、カットインだからね。特別な映像はなかったですね。お、なんかいますね。あれ何？あ、みんな、何お前、重要キャラみたいな感じで立ってるな、お前。重要キャラ感覚で立つな、お前。重要キャラかと思ったやないかい。よし、上行き登ってっか。ヤマンバ、お、ヤマン、もうヤマンバーが普通のキャラってことが分かっちゃったじゃん、もう。せっかく、なんかすげえレアキャラ感出してたのに。なんやね。ってね。え、どうしよう。あ、やべ、道迷った。上か、上行けばいいのか。あ、来た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 。ばばばば、ばば、おい。今、ケイタ君すげえ、岩を一段飛び越えたぞ。やはり人間じゃない。やはり彼、ただの人間ではない。普通ではない。普通の人間ではないぞ。まあ、これなんかね。待って、これ、チャッピーいるってことはさ、ボス。なんだろう、姫は解放させませんみたいな。妖怪とかがいいのかな。まあ、とりあえずちょっとこのまま行くか。このまま行ってダメだったら、まあ、レベルアップすればいいだけの話やからね。行きましょうか。イベントでしょ、ここ絶対。ここがおそらく、鹿様が復活するために必要な儀式を行う場所はね。よし、到着。いっぱい登ったな。うう、高い。なんか来ても下を見ちゃうと怖いわね。はい、高所恐怖症だったりします、関子ちゃん。ここ、最終日が現状召喚した場所か。思い出すと懐かしいな。あんなこともこんなこともありましたね。あれから、イノスケはなんか、本当に最終回の前みたいな。やばいな、ちょっと。うん、仲間もたくさん増えたしね。もうラスボスじゃないですか。まさか、フォータ君とこんな冒険するとは思わなかったな。7人の勇者の一人ってさ、俺ずっと悲鳴上げだと思ってたけど、まさか四天同士くんだとは思わなかったな。俺をマキちゃんちゃんやみんなと世界を救うために戦うなんて思ってなかったよ。うん、この妖怪ウォッチがみんなを繋いでくれたんだね。でもよかったよね。いい冒険に、いい経験になったわ。いや、ここでしたく蒼天さんを手に入れたとき、まだハディアは敵だったしな。妖精剣を手に入れて帰ろうと思ったらいきなり四天同士と同血に押されてんだもんな。え、そんなことがあったの？いいね、なんか人によってさ、最初からいた人と途中から来た人でさ、この経験の中でそんなことあったんやみたいな感じになるのいいよね。うん、でも今はもう一緒に戦う仲間だもんね。うん、甘っちょいこと言うな。俺はただ姫に仕えてるだけだ。出れちゃって、亡き同月の石をつき、お民族の悲願を達成するためにも、な。嬉しいくせに、同月先生。もう本当に階段主になっちゃったんだな。お階段の鬼か。そのなきに、もうこれ以上誰も気をつけさせない。行きましょう。さあ、姫。甘い時間がありません。覚醒の儀式は私が取り行います。ご覚悟はよろしいですか？うん。うん。さあ、始めましょう。主家様として覚醒する時が来たんだね。普通の女の子に戻れなくなっちゃうよ。それでもいいのか。いや、かなりこ、個性。妖魔界を滑る鬼族の姫、主家。かなり個性的な剣が、個性的な剣ばっかだな、そう考えると。我、今ここに、5つの宝剣を用いて、汝の魂を解き放たん。偉大なる宝剣に宿りし、5人の魔人よ。我が姫のもとへ集え。来るぞ。時は満ちた。満ちた。今こそ長き眠りより目覚め、主家。とうとう漱石子の本当の力が。その剣を使うな。使うな、誰だ。初めましての方かな。なんだなんだなんだ。うわ、これそう泣き。やばいやばいやばい。うわ、お、エンマ様。遅かったか。エンマ様、ヌアイヒョン、お久しぶりだ。邪魔をするな。いがみ合うな、いがみ合うな、そういうところじゃないだろ。その剣では鹿は目覚めない。でも5つの剣はつめ、あ、予知書の続き。嘘、何もんや、そんなき。なんだと。俺を復活させてくれてありがとうね、みたいな感じ。空
なきゃ復活させるわけにはいかん。自分を復活させるために俺らを利用されたってことか。いやー、で待って、つかさ、あの最初の方でさ、エンマ様やられてたけどさ、あれはなんか意味があんのかな。過去の何十、その江戸時代らへんになんかね、敵、あ、ここだったの、もしかして。いっちゃん最初のオープニングのさ、シーンってここだったのかな。やばいぜこれ。あ、見た、デジャブデジャブやばい、同じ世界を辿っている。死に戻りしたい、エンマ様。そっか、このシーンに繋がるんだ。やめてやめて、エンマ様、戦わないで戦わないで、あなたは死んでしまうんです。この後死んで、あ、そう考えたら後ろの場所、総研さんだったな。やめて、思うがままだぞ、思うつぼやぞ、思うつぼやぞ、エンマ、お前そのやられちゃうぞ。やめてやめて、それを吸収されて、それごと吸収されてもらえば。いやー、空泣き、龍馬界の王です。空泣きめっちゃ強いやな、マジで。敵ではない、ここだったんだ、マジか。ひぃひぃ、空泣きなってやつや、これがクソ泣きか。復活しちまったな、完全に。4エンマの剣も消えちゃって、いやー、恐ろしいやっちゃな。洞穴も奪って、エンマ様も奪ってな、とうとうラストバトルが望むところよ。いや、もうちょっとレベル上げとけよかったな。行くか、ラストバトルが、これが、さあ来いよ、来るな、来いよ。こっちはもう剣5本全部揃えたんやぞ、一応ね、一応ね。主家の力があれば世界から空なきウイルスを消すことができる。うん、主家の生まれ変わりである少女はその力の覚醒を急いでいた。そうせっこのこと、鬼姫の力を復活させるために必要なのは5つの妖精。これが偽り、多くの困難を乗り越え、あ、俺ついにその全てを手に入れた妖怪探偵団は集めた妖精剣を天に掲げ鬼姫復活の儀式を執り行った。しかし、だがこの儀式は空なきの恐るべき罠であった。偽りの予知書みたいな。空なきは自らの封印を解くために、鬼姫復活という真っ赤な嘘の伝承を広めたんだ。これもともとあれだよね、四天同士とかが持ってたもんね。力を取り戻した空なきは瞬く間に巨大な姿となって蘇る。あ、でけえもん、まあ、太陽出てたもん、黒い太陽。エンマ様に邪悪な妖術を打ち放った。石化みたいな。それは時を超え、あらゆる時代がエンマという妖怪の存在を消し去ってしまうという。限定的。次元を超越する。やべえな。圧倒的パワーの妖術であった。エンマ様といったらもうレベル最高の妖怪だからな。SS ランクぐらいの。超絶妖怪が、それを消し去るってもうとんでもねえ力だよな。フォーエバーフレンズ、終わるじゃん、最終章臭い。あ、一回ね、戻るってことね。一回状況を立て直そう。何そのリズムゲームみたいな。やはりエンマ様の気配はどの時代からも消え失せている。いや、マジで全部消えたんだな。あらゆる妖怪に頂点に立つあのエンマ様がこうも簡単にやられてしまうとは、マジ事態になったな。まずいですよ。赤き光は強い守護者と共に、帝と誘の脳を束ね、絆の光は強くきらめく。ヌアリヒョンがその代わりをするしかねえだろう。な。あの予言に書かれた帝の脳とは、エンマの一族の古き呼び名だ。だが、帝族の生き残りであるエンマが消えた今、私たちに、その亡き怨念を止める手段はない。そんな。その亡きが、倒せないなんて。貴様。四天同士、貴様が鬼姫の力など求めさえしなければ。土下座は済まされないよな。俺はただ姫の力を全て取り戻すつもりで、そうなきを倒すにはエンマの力が必要だ。ならばワイダンはすべきことが決まっている。復活させんのか。エンマを消したそうなきの術の謎を解き明かし、再びエンマをこの世界に復活させるのだ。エンマ様の存在を消えてしまうほどの暗黒妖術の正体か。とんでもねえな。まあ、ラスボスにふさわしいな。あ、俺そういえば存在が消えるってやつ、俺たち前に見たことあるよね。存在が消えるってやつ。
ほら、創世子さんとケイスケ、あ、あれか。ケイスケ、俺のせいで消えかけちゃった時。あれはまた別の原因なんじゃないかな。なんだと。その話、詳しく聞かせてみせよ。エンマに関する記憶を見つけるみたいな感じなのかな。つながり見つけるみたいな。うん、あのね。まあ、ちゃんとね、教えて、あの、こしょこしょ話でね。あの、誰に聞かれてるかわかんないんで、こちょこちょ話して。なるほど。未来の世界にとどまり続けたことで、娘たちの存在が消えかけたというのか。そうなんで、そんなことがね。うん。でも俺が、マキちゃんちゃんに会ったら、ソーセッコさんもケスケも持って戻れたんだ。なんでかね。なんで戻れたのかはよくわかんないんだけど、ソーセッコちゃん、裏で悪魔のような笑い方をしております。パパさんは、俺たちが絆をつなぐものだって言ってたよ。そうか。この、右の、あれだ、マキちゃんも、この子が未来のお婿さん。創世子生まれ初の世界では、お前たち二人の絆が続いていたんだろう。変わろうとしていた過去を元に戻すことで、娘の未来が正しい状態に戻った、ということだな。ということは、ケータ君、フォータ君、ちょっと、察しが、絆をつなぐものか。ああ。エンマ様が消えた理由として考えてみるの悪くないかもしれんが。ヌダヒョン、お前はエンマが生まれる前から大王の側近を務めていたのだったな。ならば、エンマの出世について詳しいことを知っているのではないが。エンマ様は今から100年近く前、仙台エンマ大王の孫としてお生まれになった。あの、なんか、ベジータ、なんだね、あれだ、ベジータみたいなやつだよな。だが、エンマ様の父上も母上も、私にはどうしても思い出せるのだ。なんだと、どういうことだ。それだけではない。エンマ様が生まれた日のことは、なぜかどれも記憶が曖昧なのだ。なんか、もともと謎が多い人やったもんな、かなり。それもサネクについては関係してるのかもしれんな。唯一、私が確実に覚えているのは、あの日あの場所で、エンマ舞踏会が行われていたということだ。エンマ舞踏会。ああ、でもなんか、そういえばなんか、まだ開催されてなかったもんな。エンマ舞踏会。次のエンマ大王を決めるっていう、あの何知ってんのか、お前たち。あのエンマ舞踏会。知っても何も、俺たち、その段階に出るつもりなんだ。俺の母ちゃん、いつきお姉ちゃんの、魂を奪ったやつが、エンマ大王の座も奪おうとしている。俺たちは、そいつに勝って、魂を手戻さなくちゃいけないんだ。まあ、大事な使命があるんです、俺でも。消えたエンマ様、そして人間の魂。あの日の出来事と関係があるのだろうか。うん。それを突き止めるためにも、エンマ舞踏会に探偵団を向かわせるしかあるまい。俺はもう、存在大きくなったな、だいぶ。まあな、考えてもしょうがないって。エンマを心配する気持ちわかるが、我々はその時に立ち向かう兵を集めよう。我ら兵ですか。いや、さいえさ。あ、そうだな。エンマ舞踏会は本来人間でことはできぬ大会。故にお前たちにこれを渡しておく。妖怪になれる薬、違う。あ、エンマでけん。あ、そんななんか科学的なやつじゃなかった。物理的なやつやった。これでエンマ舞踏会に出してもらえるの？顔、残念だがそこまではできん。これはあくまでもエンマ宮殿に入るための許可証だ。そんな、何ひょんだったらもう顔パスでいいんじゃないかって思うけど。これを持ってエンマ宮殿に出してるエンマ大王に大会の参加を直談判するがいい。これは交渉術が求められるな。妖怪探偵だよ。その時はエンマを消した実の正体は、バイでもわかる謎に詰まれていた。うん。頼んだぞ。だが、家族の関係を解決してきたお前たちなら、きっと突き止められるはずだ。きっとね。俺らに一任されたな。行くぞ、ナイヒョン。妖魔界一の強者を集め、戦いに備えだ。頼むぞ。ありがとう、ナイヒョン。カイラ様。俺たち、頑張ってくれよ。いやー、ちょっとね。エンマ、いろいろ失ったものが大きすぎるな、今回は。俺たちお願い、ちゃんとエンマ大王様に話せば分かってもらえるよね。うん、そんなんか頭の固い人じゃなさそうでしょ。きっと大丈夫だよ。いつきやたいちゃんも呼んでみんなでお願いしよう。まあね、お供の頼み方っていうのがあるか。おう、おばばも一緒に来ます。重い腰を上げて。おう、主だ。その前にちょっと来なさい。心強い味方が来てくれたぞい。とにかく、こっちに話を聞くのじゃ。心強い味方か。誰やな。俺たちに味方？みんな、行ってみよう。まさか、熊と完治。あいつらも妖怪ウォッチを使えるようになったのか。まさかね。心強い味方って誰のことだろう。まあでも、熊と完治じゃない？あ、またお前びっくりマーク。お前びっくりマーク懲りねえな。びっくりマークが絶えないですね。まあでも、なんだろうね。姫あやかな。姫あやが妖怪ウォッチ使えるようになったとかかな。それか、あれかな？フォータくんのお父さん。あ、違う、創世子のお父さんとかかな？大人フォータくんとか。いや、ちょっと、あれやな、可能性が多すぎて。姫愛はずっとあそこにいるけどな。